なんせ今の大山くんがちょっと覚醒しちゃってるからね。本当は3番近本じゃなくてオリックスにおったロドリゲスいらんやろ。あの日ハム戦で打ったあのインコース高めのまっすぐのあの打ち方の良さ、あれがファールにならないっていう、綺麗にバットが出てきてるっていうのは素晴らしいんだ。抜きながらバーンって、あんなバッティングされたらピッチャーとしてはかなわんねんからな。でその後にもうまっすぐはなかなか勝負してくれんっていうところでカーブでタイムリー打ったり、チェンジアップで特大のホームランも決め打ちしたりして、今のところ覚醒してるから、まっすぐ狙うときは狙っていいし、変化球が来るんじゃないから、だって相手の配球読みながらバッティングできてるから、5番が調子いいから、その前にバッターできるだけ、まあ俺らもミーティングでするんやけど、 3,4,5 を言われてたのが、やっぱり 3,4,5 を並べないっていうことね。だから初回 1,2,3 でやったら3番で切れたら4番5番だけで済むけど、 3,4,5 ってきて5が1番打ちますってなったら、こっちの前フォアボール出せなくなってくるから、ストライクゾーンでどん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 勝負していかなきゃいけなくなるから、今度佐藤君がバンバン打っちゃったっていうところで、で近本もそこそこ調子良くなってきてるから、近本なんか17試合連続安打中やもんね、確かに。いい調子のいいバッター2人に挟まれてるから、佐藤もだんだん勝負してもらいやすくなってきてるから、なかなかいい好循環ができてるとは思うんですけどね、矢野監督の構想通りじゃないかな。でね、やっぱり一番矢野監督が頭痛いのがね、外国人なんよ。ロハスジュニアが去年から全く期待に応えてくれず、レフトのポジションっていうのが固まらず、最初糸井君調子良かったんやけど、だんだんちょっとペースが落ちてきて、打率も下がってきて、いろいろしてるんやけど、レフトのポジションっていうのがカチッとはまってくれないなっていうところが一番監督の頭痛いところじゃないかな。本当は3番近本じゃなくて3番ロハスが打つかしてくれたら、本当にもっと得点力が増してくるとは思うんやけど、いかんせん打たんな、ロハス。こう左の打ち方とか、こう頭も動かずに綺麗に回って打ちそうなスイングはしてんだけど、なんで打たんかな。オリックスにおったロドリゲス、いろんな情報によるとオリックスにおるとき打率2割1分いらんやろ。ファームにいる誰だったかな、履正社井上だ、そうそうそう、履正社の井上君と、あと去年入った外野の左の高卒の子、うん、彼なんかをちょっと、もうどうせこの打たない状況やったら何回か何試合か使ってみてほしいなというふうに思っちゃったりしてるんだけど、阪神ファンの皆さんはいかがでしょうか。あの辺が伸びてくると、本当に生え抜きの 3,4,5 になって、めちゃくちゃ面白いチームになっていくんちゃうかなと思うんやけど、皆さんいかがですか。まあ大山の2番発案は却下されておりますが、却下っていうか矢野の耳には届いてないやろからね。矢野見てるかな YouTube。 見てねえだろうな YouTube は。大山ってなんかたまにこう連発してホームラン、うん、セリーグのピッチャーだったら大山が嫌がる攻め方っていうのがもう各球団大体分かってるはずやから、それをやられてなかなか調子が上がらんかったけど、パリーグ行って同じような攻め方をされなくて、自分が待ってたようなところに何回か来て、それで打ててたんやと思うね。まっすぐ張ってる時にまっすぐを日ハム戦とかでもバンバン
打ってで次のソフトバンク戦はまっすぐの数が極端に減って変化球増しで変化球も打ってるしオリックス戦で変化球打ったらその後まっすぐ待つとかそういうその攻められ方が背とパとちょっと違ったことが大山の好調さにつながったんじゃないかなとただ来た球を打とうっていう形になってまっすぐ打ち出してまっすぐ打つことによって一つ余裕ができてあ変化球が増えてきたぞってなって今度変化球待ちに行って変化球を捉え出してるっていうそれでまあ交流戦になって頭を一回真っ白にしたことが良かったことの一つじゃねえかなでそれで言えるのがあのオリックスのラオウパリーグ時も全然って言っていいほどダメやったけど交流戦になって打率1位かなただ来た球を打ちに行ったっていう一回頭真っ白にできたっていうのが大山君もラオウ君ももうただの野球少年というか来た球を打つっていうことに徹せれたあこのピッチャーやったらこう攻められるやろうなとかっていうことを考えずにこう来た球を打とうっていう意識だけが強くなって今度はそれに調子良くなってきた時にさらに読みも当たってきて良くなってきたんじゃないかなだから交流戦終わって今度のセリーグの戦いに戻った時の大山もいい形で入ってほしいなというそういうところかなそれによって佐藤も引っ張られるからで それこそ本当にこのロハスが後ろにもう一枚外国人マルテ何をしとるん早く来てもうそれになったらもっと余裕のあることを組めるのにお願いしますでもマルテが帰ってきたら守備位置がなまたな大山サードじゃなくてまたファーストまた大山外野とか佐藤外野とかっていう形になるからマルテはいいけどロハス